楽天ゴールデンイーグルス対バッターボックスには4番阿部、チャンスが広がっています。さあイーグルス先制のチャンスを迎えています。バッターボックスには代打の坂本、大きなチャンスを1回から迎えました楽天です。さあ西さん、初回から先制のチャンスを迎えました。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたい。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、ファーストランナーも。バッターボックスには指名打者の相澤、先ほども打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトになっています。三塁線ファウルです。内へのボール外れました。変化球空振り、スリーアウトにチェンジ。